X2 新進のテスト飛行が終了し、現在、日本は次期戦闘機開発を行っている。私は、新進に XF9 エンジンを積んで、量産型をまず、作ってしまえばよかったと考えています。今回は、日本とイギリス、イタリアの3国で、次期戦闘機開発が加速するを詳しく見ていきます。アメリカでも、まだ、第6世代戦闘機は、出来上がっていない。ガンダム動き出すかな？核燃料。2022年12月初旬に、日本とイギリスとイタリアの各国政府は、それぞれが、今後必要とする次期戦闘機について、この3カ国での共同開発を行うことを正式に発表し、そのプロジェクト名称を GCAP とすることも合わせて示した。GCAP は、GCAP とも発生されているが、グローバルコンバットエアプログラムの頭文字を取った略称であり、日本語に直訳すれば、世界的規模の戦闘航空計画といった単語となるだろう。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムには、戦闘機、ファイターを表す単語は、あえて含まれておらず、単体としての次期戦闘機の開発ではなく、新たな戦闘航空システムの構築を志向していることの表れだと取れる。そこには、次期戦闘機としての有人戦闘機の他に、その機体に完成され、追販を行う無人航空機の開発も包括していることが伺えるが、まずは何と言っても、各国が現在運用中の有人戦闘機の代替機が注目されている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通して開発される有人戦闘機は、日本の場合は、F2、イギリスとイタリアの場合は、ユーロファイタータイフーンを置き換えることが最大の目的となっている。日本の F2 はアメリカの現ロッキード・マーチン社が有する F-16 ファイティング・ファルコンをベースに日米で共同開発された機体であり、日本の航空自衛隊では対艦攻撃に重点を置いた戦闘機の位置づけである。F2 は1980年代から開発に着手されて、2000年10月に実戦配備が開始され、これまで試作機を含む98機が製造されて運用中だが、2035年から退役を始める予定で、次期戦闘機で全てを代替することが計画されている。少し話は脱線するが、F2 について、今、まさに、継続中のロシア・ウクライナ戦争との絡みを紹介すれば、ウクライナ側の要望で、同機のベース機である F-16 ファイティング・ファルコンの供与が取り沙汰されると、日本では、間違った指摘が散見されている。ウクライナ側の要望を受けて、当初は、F-16 ファイティング・ファルコンの供与に、難色を示していたアメリカも、一点同意したとの報道がなされると、日本の新聞記者が、航空自衛隊が保有する機体が供与される可能性を指摘した。しかし、これまでに述べた通り、日本の航空自衛隊は、オリジナルの F-16 ファイティング・ファルコンは、1機も保有しておらず、それをベースとした F2 の存在を誤認して、全く見当違いの憶測記事で、批判を行ったことは明白だった。その点を指摘され、県の新聞記者は、後に、その内容が、F-16 ファイティング・ファルコンと F2 を混同したものであることを認めたが、その記事を出した理由が、日本政府のウクライナへの兵器供与を批判する人のもとに記述されたことは、想像に難くない。現行では、日本は、戦闘機のような殺傷能力を有する兵器を輸出する法的根拠もなく、また、政治的な決断を行っていないが、とにかく、現在の日本政府を批判するためならば、全く内容が事実ではない記事すら、大手のマスメディアが掲載することは、改めて理解できた。また、大手のマスメディアのインターネット上の記事でも、
国際政治学者を名乗る日本人が、日本も F-16 ファイティングファルコンを200機ほど保有していると記述していたものもあり、機体もその数も全く F-2 とさえ全く一致していない。このような政治的なイデオロギーありきの日本政府批判の記事が、特定の媒体において掲載されうることは、少なからず承知していたつもりだが、機体も数量も、全く実体のない情報を記事として掲載するのは、いかがなものであろうか。さて、一方のイギリスやイタリアが運用中のユーロファイタータイフーンであるが、こちらは、1980年代に、イギリス、イタリア、ドイツ、スペインの4カ国で開発を行った機体で、2003年から実戦配備が行われている。ユーロファイタータイフーンの共同開発には、当初はフランスも加わっていたが、後に離脱、イギリスが160機、イタリアが96機、ドイツが143機、スペインが93機を導入、その他の国も合わせ、2022年末で、およそ580機が生産されている。このユーロファイタータイフーンの開発の取りまとめを担ったのは、イギリスの BAE システムズ社であるが、同社は GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでも、同国の主管企業であり、共同開発の経験も豊富な企業である。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、日本は三菱重工業社、イタリアはレオナルド社がそれぞれ主管を担うことが確定しているが、実績という点からはイギリスの BAE システムズ社に一日の長があることは否定できない。2023年7月には GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを本格始動するにあたって、各国の主管を担う日本の三菱重工業社、イタリアのレオナルド社、イギリスの BAE システムズ社が共同出資するジョイントベンチャーの設置が報じられ始めた。この新たに設置されるジョイントベンチャーを通して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでの開発、そして生産を行うものと想定されており、現在、各国で個別に実施されている必要な契約等を一元化するとめされている。このジョイントベンチャーの設置によって、今後は、必要な契約窓口を一本化して、管理体制を強化し、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを円滑に進める上での意思決定、及び、作業の過程を効率的に進める狙いがある模様だ。そのため、日本、イタリア、イギリスが、おのおの抱えている、関係者を集約し、新たなジョイントベンチャーの設置拠点や、組織体制の構築を進め、順調にいけば、今年2023年のうちに必要な条約等を3カ国で取り交わすことになるだろう。その後、翌年の2024年内には、新たなジョイントベンチャーを設置し、さらに、翌年の2025年を目途に、その運用体制を稼働させるものとみられており、前述したように、その温度を取るのは、国際的な戦闘機の共同開発の経験を持つイギリスの BAE システムズ社が有力視される。イギリス、イタリア、ドイツ、スペインの4カ国で開発を行ったユーロファイタータイフーンのケースでも、その実施にはネットマ、NATO、ユーロファイタートーネード管理機関が置かれ、開発を統括した経緯がある。ネットマ、NATO、ユーロファイタートーネード管理機関は、参加したイギリス、イタリア、ドイツ、スペインの各国が要望したそれぞれに異なる仕様を調整して、ユーロファイタータイフーンを完成させた組織である。このネットマ、NATO、ユーロファイタートーネード管理機関でも、イギリスの BAE システムズ社が、そのプロジェクトの取りまとめを果たしており、そうした国際的な兵器の共同開発の経験が乏しい日本が、どこまで自らの主張を通せるのかも注目点だろう。ちなみに、GCAP、グ
グローバルコンバットエアプログラムで開発が予定されている有人戦闘機は、双発の機関部を備え、2枚の傾斜した垂直尾翼を持つ模型等が公開されているが、そのデザインはアメリカの F-2 にラプターに近い印象がある。それに比べて、アメリカ空軍が本格的に推進しようとしている NGAD、ニュージェネレーション。エアドミナンスは、これまでのイメージ図等では、垂直尾翼を持たない機体で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとは、かなり異なる。このあたりの機体そのもののコンセプトの相違からも、アメリカ側が NGAD、ニュージェネレーション、エアドミナンスで生み出される機体は、いわゆる第6世代機ではないと見ていることの証左なのかもしれない。